ガイさんマジでかっこいいんだけど、どうしよう私。マジでかっこいいガイさん。ガイさんの T シャツ欲しい。ここにガイさんがめっちゃかっこよく乗ってる T シャツ欲しい。毎日ガイさんと一緒にいたい。私五条悟と浦飯祐介の T シャツ主に大事にしてるんですけど、ちょっとガイさんの T シャツも欲しい。いや私もうケイコちゃんになりたかったんだけど、あのミコトちゃんになりたいもんだってケイコちゃんにずっとなりたかったんだけど、今私ミコトちゃんになりたい。浦飯祐介やっぱ中学生だからさ、ちょっとねミコトちゃんになりたい。現実的に考えて、いやなんか一番誰が好きっていうか、それぞれみんな好きになったって感じかな。一番選ぶって難しいけど、結婚したいのは誰ですかって言われたらガイさんです、うん、ガイさんと結婚したいです、うん。とにかく喉が痛くて最近ちょっとあまり配信をしておりませんでした。でもさ2週間ぐらいさ痛い痛いとは言いながらも、あの私配信してたじゃないですか、うん、あのま正直あのそのうち治るべって思ってやってましたでもさ1週間経っても2週間経っても良くならなくて、でよくよく考えてみたの、うん、私さ喉痛いって言いながらさ声全然そこまでガラガラじゃなくねって思って、喉痛いって言ってるけどさ、なんだろう、みんなから声大丈夫とは言われなかったじゃん。逆流性食道炎なんじゃないかっていうね、話題が出て、あーそうかみたいな。そういえば前も喉痛いってなった時に、ちょっと喉痛いから病院行ってくるねって言ったら、胃酸が逆流してるかもしれないですねって言われましたって言って、でまあちょっとみんなも心配してくれてるし配信もできてないし、じゃあちょっと行ってくるかということで、あの病院に行ってきました。とりあえず内科の先生に相談してみようかなと思って、相談してみて考えようかなって思ったんだよね。うん、もしかしたらおすすめの病院教えてくれるかもしれないし、とりあえずいつものあのこの先生は私あのあんまり好きじゃないんだけどで、あのまあ症状とかを伝えて、まあいろいろ言ったら、まあ先生から言われたのが、あの次は消化器内科に行ってくださいってあのちょっとあの行く場所間違ったみたいで、うん、消化器内科に行ってくださいって、うん、オッケーということで、画質が悪いのはあのお許しくださいかわいいうさぎさんのイラストが描かれた缶になっております。大きさ気になってる方いるかなと思ったので、大きさを比較したいと思います、もしねあのガンダムをやっている方いたらすごい分かりやすいかなと思って、あの大きさ比較的にはだいたいこんな感じですね。ズコックくんぐらいかな、うん、縦はだいたい大きさはこれぐらい、そんなに大きくないと思います。あいやいやガンダムやってないから分かんないよっていう方はね、だいたい馬娘やってるっていう方はだいたいこんな、ちょっとターボよりはちっちゃいかなっていう、ターボの胸あたりぐらいまでかな。で馬娘もあのガンダムも分からないよっていう方は、だいたいマッキーぐらいですでこちらなんですが、ちょっとあのこちらのあのお家の形したあのココア味のクッキー、あのこちらの1枚食べましたごめんなさい、あの1枚食べました、ごめんなさい。いや違うんだ、ちょっと落ち着いてくれ、落ち着いてくれ、違うんだって。写真撮るために開けたらさめっちゃいい香りするクッキーのさめちゃくちゃ美味しい香りしてさ、やばめっちゃうまそうと思って1枚だけちょっと食べてテンション上がった状態でちょっとあのカンペとか作るっていうのはありかなとかさバター 100% 使ってるってことでやっぱりお匂いがね強めだったので
ついちょっとあの大好きなココアクッキーを食べてしまいまして、ちなみにココアクッキーがすごくおすすめだそうです。私なんとあのコロナになっておりまして、初めてです、人生で、人生で初めてコロナになりました。今まで他人事だったんですけど、本当にあの、マジで他人事だったんだけど、あのもう二度となりたくないです。なんか喉痛いなっていう、ずっとなんか喉の痛さに支配されてたんだよね。なんか喉痛いなみたいな、風邪のやつだなこれみたいな。でもなんか喉痛い以外は特に症状がなかったので、熱測ったの、あの熱ないな、熱ないかなみたいな。で夜になりましたね、え、じゃあベッドに入ろうかなって思ったら、なんとなくなんか寒くなってきて、でなんか頭も痛いし、なんかすごい定期的にこうめまいが、なんかグラグラグラってなんかめまいみたいのがして、まあまあとりあえず寝るかってなってこう、ね、寝るんですよ、ね、頑張って寝るんですけど、この日あの朝まで一睡もできなくて、朝方もう喉痛すぎて、なんかもう尋常じゃない、経験したことのないような喉の痛さに襲われたんだよね。なんだこれみたいな。オープニング流れるじゃん、オープニング。てかさ、始まった時点で私ね、まず最初に思ったんだけど、あ、これあの、ウマ娘の映画だって思いました。あのさ、ロードトゥザトップ、さ、YouTube で無料で配信してくれて、映画館でやってくれたじゃないですか。いやー、映画館で見るってやっぱり最高だなー、ロードトゥザトップ最高だなーって思って見て、で、今回の映画見て思ったんだけど、あ、これ映画だって思ったんだよね。これやばい、これ映画だって、なんか本当に映画として作り込まれたウマ娘プリティダービーだって思って、なんかめっちゃ感動したんだよね。なんかやっぱ映画として作られてるっていうのがすごい感じたんですよ私。なんかもうこれちょっと語彙力なくてごめんね。もうなんか、いや、ロードトゥザトップも映像めちゃくちゃすごかったんですよ、めちゃくちゃすごかったんだけど、なんか本当にこれ映画だ、ウマ娘の映画が来たんだみたいな感じで思って、なんかすごい、一人でめっちゃ、一人だからあんまり興奮できないよ、周りにも人がいるから、これは映画だって思って、なんかすごい体温がうわーって上がって、オープニングで泣いた人いない？なんかさ、オープニングやばくなかった？オープニングの曲が流れてさ、もうポッケちゃんが藤木席にさ、こう、うわーってやっててさ、もうなんかほんと、マジやばいと思って、やばい、これ今まで、もう一回見たいと思って、オープニング終わった後にもう一回見たいと思った。もう一回見て、巻き戻してもう一回見たいって思って、10回ぐらいオープニング見た後に映画見たいなって思うぐらいさ、オープニング